津軽るは、日本の氏族。菊池建の守らが結成した津軽家樹研究会のメンバー。広崎藩五条大津軽右この長男として生まれる。本家、津軽直樹に子がなかったためその後を継ぐ。1870年、旧藩主による土地分与では、田舎間に土地を与えられたものの機能せず、特別の計らいで、高野町九十番戸に屋敷をもらい、そこで、 果樹栽培を行う。リンゴ、ブドウ、スグリハタン破綻ウを栽培し、また、女中菊を栽培してのみ取り子を製造、販売していたこともあると言われている。津軽津具明は、カオルの精霊ぶりを評価して綴り玉縁と命名したものの、明治30年代初期の害虫の蔓延で被害を受け、屋敷を売却する。木洗いという徹底した駆除法を実施できなかった。 氏族屋敷のリンゴはお方この時姿を消してしまったと言われている。その後、高寺市神社の社手のひらとなり、百沢で障害を閉じる。リンゴの大症状は、カオルのところで初なりしたものと言われ、津軽中大症状の名はカオルという句が証拠となっている。リンゴを開いた人々47ページ。ABCD、リンゴを開いた人々51ページ。 リンゴを開いた人々51から52ページ。ありがとうございます。